さん、ニュースジャンキーの皆さん、日中の皆さん、TJM ラバーズの皆さん、こんばんは。やってきました、アリケーター、TJM 4.0。 今回でですね、エピソード10なんですよ。エピソード10なんですよ。やばくないですか、やばくないですか。もうここまで来ましたよ。もうエピソード10ですよ。っていうことはこれ10週間続けてるっていうことですよ。すごいですよね。そして皆さんにお礼を言いたいのが、このFacebook ライブもそうなんですけど、 TJM 4.0 ポッドキャストどちらでもいいんですけど、これを毎週、まあ、もしくはね毎週見ても毎週ではなくてもいいんですけれども、10週間続けて見てくださる、聞いてくださるっていうことは、これすごく本当に僕にとってもですね、本当に嬉しいことだと思っていますので、今回ですね、続けたかった理由、今回絶対にやろうと思っていた理由の一つは、まずエピソード10だったので、いい区切りだったので、やっぱこれからもね続けていきたいということで、今日は絶対何が何でもやっていこうということで、ちょっと遅れたんですけどね。でですね、今日何しているかというとですね、僕ですね、登山部、マラソンもやってるんですけど、マラソン？ランニング部？ランニング部ですね。ランニングやってるんですけど、で、マラソン、ごめんなさい、ランニング部やってて、で、そこからですね、派生した、登山部っていうのを作ったんですよ。まあ、登山に行くっていう、まあ、それだけなんですけどね。登山部ですね、今日行ってきた場所が、北八ヶ岳っていうところなんですよ。長野県です。長野県涼しかったですよ、今日。でも東京ですね、夜着いたんですけど、7時半ぐらいに着いたんですよね、渋谷に着いたんですけど、ちょっとこう蒸し暑いんじゃないかなというふうに思っていたんですけど、意外とね涼しいですよね。今日どうでした、日中暑かったですか。長野はですね、その北八ヶ岳っていうところはですね、暑かった。ちょっとこれですね、ポッドキャスト聞いてる人はちょっと分かりづらいと思うんですけども、ね、結構焼けました。ただ去年ですね、富士山登ったんですけど、富士山去年登った時はもうびっくりしました。もうね、やけどのレベルですね、もう完全に。ちょっとですね、皮膚がもう腫れちゃってて痛いんですよ。で、夜もこう暑くて眠れないみたいな、俺の心熱くて眠れないっていうんじゃなくて、俺の肌が熱くて眠れないっていう、ちょっと一番寝苦しい夜を迎えたのが去年だったので、なんかそういうのを踏まえると、別になんか今年の焼け方っていうのは、まあなんかそこまで前回ひどいのを体験したので、まあ全然個人的には大丈夫だったなっていう。まあただどうせここからシミができて皮がポロポロ剥け出すんじゃないですか、この1週間は。なので僕は、明日からそんな人生を、生きていきたいと思っています。ちょっとですね、帰ってきたばっかりなんですけど、ビールをいただきます。ホワイトベルグ飲みたかったんですよね。でですね、今回ですね、行ってきたんですよ。長野県にある北八ヶ岳っていうところに行ってきたんですけど、まずですね、三陸駅っていう駅があるんですけど、駅っていうか、まああるんですよ。車がですね、なんと600台も止められるんですよ。で、すごいいいんですよ。めちゃいいんですよ。バーベキューもできるし、そこからですね、北八ヶ岳ロープウェイっていうのに行くと、その三陸駅っていうところから山頂駅までですね、だいたい約7分ぐらいで行けるんですけど、で、今回ですね、その最初に登るときに、まあ、ロープウェイはやめようよと、まず普通に登ってみようということで、まあ、大体2時間ぐらいの、登山コースだったんですけど、いやーすごかったです。何がすごかったってかっていうと、全然その登山自体はですね、すごい厳しいとかっていうわけじゃないんですけど、はい、もうね、多分これ中村さん聞いてるとこからちょっとニヤッとしてると思うんですけど、ハエがね尋常じゃないんですよ。しかも大きいが、もう本当にもう何十匹っていう単位でこうブワーってこう顔面とかもういろんなところに、でしかもね噛むんですよね。何なんだろう、みんなね登っている登山部の皆さんも噛まれた噛まれた痛い痛いって言いながら、それはですね、だいたい1時間半ぐらい続くっていう、すごいストレスだったんですよ。すごいストレスでした。僕はもうですね、後半になったらもううぜえしか言わなかったですね。ハエうぜえをひたすら、ずっと言い続けたっていうところだったんですけど、でその後ですね、ロープウェイを使わず1時間半ぐらいその山頂駅ってところに行くんですよ。ブヨか、ブヨっていうんですか、ブヨだ、ブヨ、クソブヨですよ、マジブヨブヨですよ、マジで本当にブヨだ、ブヨだ、クソブヨだ、もうブヨブヨのせい、完全にブヨブヨ言ってくるたびにブヨって言うと、ブヨっていうのもイラッとしますね。まあ、そのぐらいですね、ちょっと僕ブヨもう大嫌いになりました。でその後ですね、山頂駅から、
北横岳ヒュッテっていうところにちょっとした休憩場所なんですけど、まあ、大体そこにですね行くのが、まあまあ大体この地図上で見ると50分ぐらいで、そこからですね、15分ぐらいかかると、山頂というか、山頂ですね、北横岳ですね、今回行きたかったところに行けた。大体ですね、まあ、2時間、半以上3時間未満ぐらいで、登ることができるっていう日帰りには素晴らしいところだったんですよ。ブヨだブヨブヨブヨだ、ブヨ何回言えばいいんだろう。もうブヨ思い出すだけでもう嫌だ、本当に嫌です。ブヨ本当くす、もう本当にもう本当にブヨイラッとする、そんな感じでしたよ。すごい良かったですよ。なんで景色もですね、やっぱすごく綺麗で、めちゃめちゃ良かったです。で、登山ルートもですね、で、実はこれ、登山のお店に行った時に店員さんが教えてくれたんですよ。でも北横岳いいですよっていうふうに教えてくれて、実際に調べてみて、そしたらなんか面白そうで、今回行ってみたら本当にすごい良くて、それこそ、本当に登山ルートも、山頂駅っていうところから北横岳っていうところまでも、すごいきついっていうところでもないんですよ。もう本当に、まあ、ちょっと、それがもちろん汗かきますよ、息切れますよ、でもすごいこうすごいしんどいなっていうところではなく、ところどころこう緩い道もあったり岩場もあったりとかして、おっと面白いです、面白いです、いいです。ただね、ただ1時間半のブヨですよ、ブヨの集団がもうとんでもないっていうことなんで、おすすめはですね、今回行ってみて分かったことなんですけど、すぐですねロープウェイに乗りましょう。この時期は乗らないとブヨたちにやられるので、1時間半かけずに7分ですぐ上に行きましょう。で、山頂駅からですね、意外とですねそこら辺の周辺が時間かけて回れるところたくさんあるんですよ。で、そのなんとか岳っていうところもですね、その北横岳以外にもですねいろんなところに行けるので、その1時間半かけたそのブヨたちにこう戦う力っていうのを使うよりは、他の部分のですねちょっと早めについて外周しちゃった方が僕はいいんじゃないかなっていうのを思いました。なんで今回の総括で言うと、もうブヨです、ブヨに気をつけろ、北八ヶ岳に行くならもうブヨには気をつけろ、ブユブヨ、それまとめです今回ので。なんでもうブヨブヨの一言です。さあさあ、ですね、まあ、そんな感じなんですよ、僕の登山の話は。で、登山の話以外にも、なんかちょっとこう、ニュースの話とかは、ちょっとどうかなっていうふうに、ちょっと迷ったんですけど、旬の話をちょっとしたいんですけど、あれなんですよ。あれ、皆さん、あれ知ってますかね ?X ファイルっていう、超 SF ドラマなんですけど、もうあれ見たときに、僕はもう本当にびっくりしたんですよ。あ、もうこれ間違いなく宇宙人いるよねっていう。で、今回ですね、すごい SF チックな話をしていきたいんですけど、それぐらいですね、僕も本当にあのドラマを見て、あ、もう絶対いるなと。で、もう本当に隠してるなと、いろんな人たちが。いろんな人たちが隠してて、なかなかこう明るみに出ないようにしてんじゃないかと。で、これ面白いのが、なんかそのアメリカって、アメリカの話になりますけど、アメリカって、なんかそのエイリアンの映画とか、エイリアンのドラマとか、SF のドラマ、映画をやるシーズンってすごい固まってるんですよね。で、そういう時、例えば今だってそうですよ。今なんかすごい、やばいやつみたいになってますけど、その今、それこそ最近多いじゃないですか。SF 映画って。それこそ、インディペンデンスデーの続編とかも公開されてるし、ゴーストバスターズもそうですよ。あれも SF に近いですよね。で、その SF 系の、エイリアンをテーマにした映画とかドラマ、これもう完全にちょっともうすごい信じてる、もうおかしいも信じてますよ、夢もありますからね、そう考えたら。で、そういう時期が重なる時期っていうのは、なんかちょっとずつこう僕ら地球人をそのエイリアンに慣れさせるために、やっているんじゃないかっていう説があるんですよ。で、僕は結構それに正直言うと賛成してるんですよ。なんか明らかになんか集中しすぎちゃってる時期が本当にあって、で、これってやっぱなんかなんていうんですか、それこそ、こう、ちょっとずつ、その自然に馴染ませて、こう、ある日、こう、ふとエイリアン見た時に、あ、うん、やっぱそうだよね、とか、UFO をちょっとこう見た時に、
ああ、まあまあまあ、やっぱこんな形してたんだ。ああ、僕意外と早いんだね、みたいな。なんか省エネでな動きをするんだね、みたいな。なんか俺らもそのうち、吸い込まれるとこういう感じなんだよね。やっぱなんかエイリアンの目とかちょっと大きくて、なんか頭ってやっぱでかかったよね、みたいな。なんか多分そういう風に、慣れさせるために今僕らに、その地球人に対して、地球人ですよ、もう日本人じゃないですよ。全体で言いましょう。地球人に対してこう慣れさせるために、やってるんですよ。だもうあれですよ、もう、もうやばいっすよ。こういうもう、で、ET もそうっすよ。で、そう考えたら、その、スティーブン・スピルバーグ監督とかも、多分、あれなんですよ。そういう、慣れさせるために。だもしかしたら宇宙人かもしれないです。彼自身が。ET かもしれないです。面白い話がありますよ。でですね、これ、で、最近その、X ファイルのドラマがね、新しく2が始まったんですよ。始まったんですよ。エリア51ね。ないんですよね。地図に載ってないんだ。でですね、その、もうエリア51を言いたかったところでちょっと頭こんがらがっちゃったんですけど。でですね、X ファイルがですね、新しく、始まったんですよ。で、それがですね、なんと今ですね、伝えに行くと、その X ファイルの、リメイクっていうかその、続編ですよ。続編が見られるんですよ。で、一昨日ぐらいにそれを、スタイル見たときに、マジかと、来たか、やっと来たか。でも、いろいろ考えてみると、この時期に X ファイルをまたやるっていうことは、やっぱり、今、インディペンデンスデーとかもそうだけど、SF? エイリアン?なんかこう、ちょいちょい来てんじゃねえのかなと。で、僕、ちなみに言いますけど、イーロン・マスクっていう、電気自動車を作っているテスラっていう、会社の、偉い人というか、まあ、それを作った人なんですけど、彼もちょっとね、なんかこう、なんていうんですかね、宇宙人じゃねないかなって思ってるんですよ。勝手に。なんかこう、なんか、なんていうんですか、この体型とかもちょっとなんか宇宙人っぽい気がするんですよ。僕は勝手に思ってます。でですね、まあ、その X ファイルの話をちょっとしたいなと、わりかしこうあれですよ。なんかそういう、なんとかなんじゃねえのみたいな。エイリアンいるでしょ、宇宙人いるでしょみたいな。UFO 存在するでしょみたいな。ちょっと今回ですね、ちょっとやばい回にしたいなと思い、登山が終わった後にする話でもないんですけど、そういう回にしたいなと思い、今ですね、全力で話しています。びっくりしたのが、これ ABC ニュースっていうアメリカのニュース番組で、取り上げられた人なんですけど、なんと、顎の手術をした後に、その人はですね、リサ・アラミアさんっていう女性がいるんですけど、で彼女はですね、ほとんど、海外に旅行も行ったこともない。全く出たことない人なんですよ。ただ、彼女はですね、顎の手術を受けた後に、なんと、アメリカで育った人なんですけど、生まれも育ちも。なのに、すごいですよ、これ。何があったかっていうと、彼女はですね、アメリカのアクセントから、イギリスのアクセントに生まれなっちゃったらしいです。で、これですね、実は、外国語用アクセント症候群。っていうなんかすごい珍しい病気らしいんですよね。でこれはですね、なんと今までに診断された患者は100人しかいないんですって。ですごいもう本当に希少な症候群、っていうぐらいだから、まあそうですよね、結構珍しいそういう病気っていうか、まあ何なんでしょうかね、そういう現象っていう風に言っちゃった方がいいんでしょうかね。だからそういうのあるんですよ。でこれちなみに面白いのが、これ、フランス語を話すベルギー人の女性が、自動車事故を起こした後にドイツ語なまりになるんですって。なんかきっかけであるっていうことですよ、つまりは。で、さらに言うと、これ僕びっくりしたのが、これですね、その後に、マジかと。これもこういうこともあり得るのって思うことがあるんですけど、これですね、イギリス人の女性が、いきなりですね、中国語なまりの英語になっちゃったっていう。でこれはですね、ストレスによってなっちゃったんじゃないかっていう説があるんですけど、でこれはですね BBC ニュースが報じているんですけど、でこの女性の喋、り方っていうのがもう本当になんかこうちょっと中国語が入ってるアクセントみたいな感じ でこれ本当にふざけてやってないよね、これ本当にやってんの、本当にやってんだっていうぐらいもうすごいんですよ。でまとめに言いましょう。でこういうことがあると勝手にそのアクセント変わっちゃうと、僕はやつらの仕業じゃなんち、やつらの仕業じゃねえかと
だけの話ですけど連れて行かれたんですよ。でなんかやられたんですよ。だからそういうことなんですよ。だそういうことなんですよ。あるんですよ。もうほんとそれをね、今日言っておきたかったです。そういうことだよと。もう一つあるんですよ。今ですね、面白いのが、ですね、マーク・ザッカーバーグが支援する Facebook の、CEO マーク・ザッカーバーグが支援する最先端の学校があるんですよ。でそれはですね、アルトスクールっていう学校なんですけど、これはですね、サンフランシスコで2013年にこのアルトスクールっていうのが創設されたんですけど、でこれはですね Google の開発者と、Google の開発者として知られた、マックス・ベンティラさんっていう人が、スタートアップで作ったところなんですけど、でこれはもうですねもう本当に普通のその教育システムっていうのをもうやめてちょっとこう違ったものにしていこうっていうものなんですけど、高いんですよ。学費がなんと年間300万円もするんですけど、でただこれすごい今やっぱ人気になってるらしくて、でこれすごいのがですねビデオカメラに監視されて PC に向かいながら勉強する生徒がいるんですよ。そういう子供たちがいるんですけど、あこれも来たかと。でこれはですねまあすごい学費がすごい高いと。でその子供たちがですねその学校に、行ったら先生がいないみたいなんです。で iPad で入室を知らせているんですね。で全てその授業を受けている様子っていうのが録画されているみたいです。で最初のですねその学校に入ってからしばらくの間はちょっとそのどういうものが、あごめんなさいこれは違います、全然違います、嘘です、今のは違います、そのどういうどういうものがっていうのは嘘です、まあ、その iPad を使ってその、まあ、学校来ましたよと。でそういった生徒たちが受けてる授業の様子っていうのも録画されてるんですね。怖いですね、怖いですね。でその様子が撮影されているんですけど、でその要はなんかそのデータを使ってそのなんか要はカリキュラムを自動的に組ん でそれで勉強していくっていうシステムなんですけど、僕思うんですよやっぱここでも、で果たしてその監視しているやつらは、先生なのかなと。おそらくです、勝手に言います、勝手な判断です、おそらくやつらなんじゃねえかと、やつらなんじゃねえかと。すごい今回も SF チックな話をしていきましたけど、でも本当ね、僕は X ファイルが新しくこれからそのまた2がやりますよっていう時にいろいろこう見ていく中で、なんかこう全体的になんかいろいろなんかこうやっぱエイリアン本当にいるんじゃないかなっていうところにこうやっぱすごい信じてきたんですよ。でもちろんねテクノロジーってやっぱすごい素晴らしいとは思うんですけど、でもなんか果たしてそのこのタイミングでこういう風にこれからどん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 世の中ってきっと多分変わっていくと思うんですよ。その素晴らしいテクノロジーの力によって、やつらとはやつらですよ、やつらで。なんかやばいやつですね本当今回。で、まあ、そういうことなんですよ。だなんかこう僕はですね、まあ、なんていうんですか、夢があるとかっていうわけに、まあそういう風にしたいです。なんで基本的にですね、僕のですね大親友が言ったすごいいい言葉があるんですけど、映画で起こっている事柄っていうのはもう全て事実だからと、そのフィクションの話も全部事実だからと。だからすごいんですよやっぱその映画とかに出演している俳優さんとかもあれ全部実際にできることですからっていう風に、できることだよっていう風に、まあ、彼、まあ、冗談で言ってたんですけど、僕割と今だねそれをですね、まあ、信じてはないですよ、信じてはないけど、でもなんか本当にそのぐらい思い込んで映画を実際に見てみるとやっぱなんかこうやっぱ楽しく感じるんですよ。そういうちょっとした本気で信じてはいないんですけど、でもなんかそれって面白いなと僕は勝手に思ってるんですけどね。大丈夫です、基本的に真面目な人間なんで、まあ、ちょっとですね今回その X ファイルが、続編がねやるっていうことで、まあ、ちょっといろんなねそういうことに絡めた話をちょっとしておきたかったっていうだけです。なんでまあ今日話した僕の思いっていうのは、僕の思いはですね、まあ、エイリアンいるんじゃない、エイリアンいるでしょっていうのはこう常日頃思っていることなんですけど、たまりませんか、電車とか乗っててなんかちょっとこう、まあ、失礼かもしれないですけどちょっとこうなんかちょっとこうなんか後ろにジッパーついてんじゃねえかなみたいな、なんかそのすごい例えば頭のいい人とかでもなんかこう機械っぽい人っているじゃないですか、本当に笑わないし漫画に出てくるような人って僕思うんですよ。やっぱそういう人見ると、あ多分この人本当に機械なんじゃねえかなと、そのぐらいですね僕はこう思って人間を観察しているんですけどね。
あのなんで基本的にですね、あの何今日話してるのかよく分かんないですけど、あの僕はですねそういう風に思ってます。僕はもう僕は人間です。完全なる人間です。今日話したかったことはそれだけです。すいません、もう本当ですね、あの全然もうあの今回ですね、まあ、それこそ今日あれですよ、本当にあの投票結果の発表とかもしていますので全然違いますけどね、やってる内容全く関係ないけど、まあ、今回はですねあのちょっとそういう話をちょっとしてみたかったんですよ。まあ、せめて 10回目記念ということで、あの登山もできたし、こういうね X ファイルも図形も公開されたっていうことで、まあ、そういう話もちょっとしておきたかったなっていうところですよ。なんでですね、あのぜひぜひあの X ファイル好きな、 SF が大好きな、エイリアンが大好きな人たちはですね X ファイル続編やってますので、ちょっとねなんかみんなで見ていけたらいいなと。毎回ね X ファイルってこうあとちょっとのところで、あのモルダー捜査官とスカーリー捜査官でしたっけ、あの二人がね毎回こうちょっとやっぱあのこうなんか煙に巻かれちゃうんですよね。なんかそれを見てるのが毎回楽しいみたいな感じなんで、まあそういう怖いですね、ニッチーズの大半やつらかもしれないっていう、これを聞いている大半の人たちはエイリアンかもしれないっていうことを続けながら、僕は今後、10回目以降もやっていくっていう、所存でございます。明日からも頑張って生きていこうと思います。今日はここまでです。ちょっとすいません、短くなっちゃうんですけど、でですね、あの毎週ですねこれ、このですね、ステッカー、アリゲーターステッカーをですね、ニッチーズ、ニュースジャンキー、TGM ラバーズの皆さんにですね、ステッカーをですね5枚ほどですねお送りしているんですけれども、今回のですねステッカーの当選者の発表をちょっとさせていただきたいんですけど、今回はですね、荒川翔太郎さんという方がですねステッカー当選されましたので、おめでとうございます、ステッカー、送らせていただきます。ではでですね、あのこのステッカーをあのもし欲しい方 いらっしゃいましたら、まずはですねあのこの Facebook ページの、Facebook ライブでもいいんですけど、あとは僕のですね今、続けているポッドキャストでもどっちでもいいです、やってるどちらでもいいんですけど、それをですね Facebook 上で、シェアっていうボタンがありますので、ポッドキャストのシェアとかも多分できますね。僕毎週ですね水曜日ぐらいにあのポッドキャスト更新されましたっていう風にあの投稿していますので、まあ、それをシェアしたりとかでもいいんですけど、まあ、そういうやり方でそういうやり方にしましょう。Facebook ライブをシェアするっていうのは、この今回やったその宇宙人がいるっていうやばい話を、こんなイカれてるやつがいると真面目に信じながら話しているやつがいると、何分経ってるか分かんないですけどこういうことやってるやつがいると、そういうのを決して僕あの本当にここだから言いますけど、そういうのはあの やばい人間ではない、それは言いたいです。なのでもうでもそれ否定した時点でちょっとやばい人間っぽいかもしれないですけど、あのもうじゃあもういいっす、あのこんなやばい人間いるからシェアしてくれと、それでいきましょう、それにしましょう、あのやばいやついるからシェアしてくださいよ、やばいやつの話聞いてくださいよ、来週以降もやばいんすよ、もうやばいやつでいいっすもう僕。なので、今回はここまでで、なのでそうごめんなさい、まとめるとですね、Facebook の、ライブをシェアするか、こんなやばいやつのやばい話してるからシェアしました、もしくは、ポッドキャストの、こんなやばいやつがやばい話してるポッドキャストを、シェアしました、なんでやばいっす、やばいんで基本お願いします、ということで、今週も最後まで皆さん、僕の話に付き合ってくれてありがとうございます。来週はですね、夜8時に、始めるように頑張ります。 TGM4.0、今週も最後まで皆さん僕の話に付き合ってくれてありがとうございます。ではではまた来週の日曜日の夜8時の Facebook ライブでお会いしましょう。以上アリケーターによる、今回はですね特別編のやばい TGM4.0 でした。じゃあまた。